こんばんは。メッセージありがとうございます。速稼塾の久保でございます。忙しくはないんですよね。病院には結構長い時間いるんですけども、まあね、私が忙しいって言ったら世の中のお父さんお母さんに申し訳ないですよね。私は基本的に暇なんで、まあ全然動画もね、1日60本ぐらい返信動画とか解説動画とかカリキュラム作ってますんで、まあ、その中でもね8時間以上病院の方にいて、で病院はネット環境とかは全然使えませんので何もできないって感じですけどね。まあそれでもちゃんと人生を謳歌してると言いますか、全然暇ですよ。だから忙しいと思うから動画を送らないみたいなことでね、私の力を見くびらないでほしいなと思います。全然一日やることっていうのは処理速度は結構早いんでね、どんどん送ってください。まあ忙しいのはどっちかって言ったら椎名聞くんじゃないかなと思うんで、もうねなかなか日々の連絡もできなくなると思いますけども、その辺は無理をしないようにねしてください。私はね連絡なければないで、ちょっと寂しいなと思うぐらいですからね。なんか日々変化がありますけども、当然ですけどね、その変化が自分にふさわしいものか自分の求めてるレベルなのかってことを考えると、確かに変わってはいるけども、その変化の度合いがねほぼ変わらないような変化なのか、それとも圧倒的に違うのか、こういうのも大きいと思います。ちょっとね5年とか10年とかを振り返ってみるとよくわかるんですけども、10年前は私は単なる麻雀屋の親父でしたね。5年前はどうかというと、麻雀屋もやっていたけども速稼塾の久保でもありましたということです。今は速稼塾の久保、まあ隠居 TV ですね、そんな感じでございます。だから本当にね去年と比べても違うし、一昨日と比べても違うし、これは何でかというと、今も思うんですけども、1年後の今頃はどんな自分になろうかなっていうことをやっぱりねこう目指してるわけなんですよね。1年かけてどうなろうかなとか、3年かけてどうなろうかなとか、5年後にどうしようかなと思ってるわけなんですよ。まあ子供が生まれるか生まれないかっていうのは不確定要素がかなり大きくてですね、まあ私もね去年の今頃はいつ生まれるのか分かんなかったんですよね。で2019年の2月におめでたですということでご連絡いただいてね、その次の日にはインドネシア行ってたわけなんですけども、まあそんな形で2019年っていうのは妊娠期間っていうのを一緒に過ごすことになりまして、日々がですね夢と希望にあふれたといいますか、かける期待が大きいなというところと、期待をかけちゃいけないなというところと、あとは親としてはね最高の環境を子供に提供していきたいなというところで、まあ幾分それが実現できるんではなかろうかと思ってます。まあ、それというのもね、一点突破で一つの力をきちんとつけてきた、ビジネスの一つを攻略してきた、投資の一つを攻略してきたところに尽きると思うんですよ。インターネットビジネスに関しましては、私はアフィリエイトをまず攻略してですね、それからセミナービジネスってのも攻略しました。その後ネットワークビジネスも攻略して、で暗号通貨も攻略して、で他にもね YouTube も攻略してきましたね。メルマガも攻略しましたね。 LINE は質が悪くなるんで全くやらなかったんですけども、一個一個一点集中で攻略してきたところによると、まあ結構ね一点突破を、今までしてきたなと。でその一点を突破したから次の一点に行くっていう感じで、結局全ジャンルが得意分野になったってところだと思うんですよ。私のねその昔話をしてもしょうがないんですけども、そこの中でね変わらないものがあるとしたら、椎名君が最初から最後まで今日まで、ね、いるってことですよね。今日が最後ってわけじゃないですけども、私が速稼塾を始める前からいて、速稼塾を始めてもいてくれて、そして今速稼塾ね絶賛、開催中ですけども、テーマがどう変わってもね一緒にいてくれたかなというところでございます。これからはね家族というテーマで速稼塾っていうのをお送りしたいと思いますけども、やっぱそこにもねきっと椎名君がいてくれるんだろうなと思いますね。まあいてくれるようなコンテンツ情報発信に努めようかと思います。以上でございます。じゃあ頑張ってください。失礼します。